さあ、というわけで久々に私この番組にお邪魔させていただいております。どうもデチャオ編集部イケチンです。はい、というわけでなぜ久々にこのデチャオの寝台紹介やるかと言いますと、走ってきましたね。そうなんです、あのタイの攻撃がついに6号機で出ました。はい、機種名あなたの夫ハーです、ということで、まあこの可愛くなった感じですよね。だから1個前に出たあのゆるせぽねとか、あのシリーズみたいな感じじゃないですかね。はい、でちょっとスピンオフみたいなやつね。ただね、今回のこちらひらがなのハーデスになりましたが、まあ、中身は割とその初代ハーデスライクな感じになってるということで、早速紹介の方していきたいと思います。さあ行きましょう。まあ、まずこの数字が可愛くなったよね。で今回打たせていただいているこちらはですね、まあ、ゲーム性が紹介しやすいようなよくあるあのショールーム用の台ね。だから初当たりは結構バンバン引けるような形になっているそうですと。さあ、これ2差し偶数順目等出ましたけども、そうなんですね、通常時は、モード定格通常天国準備天国、あと今回から新たにあるあの闇天国っていうのがありますけども、まあ、それは特殊なやつなんで、モードをこう、まあ、特定役含む役で上げていって最終的に天国場だけで刺す、これが基本のルートとなっておりますと。でね、演出も見て分かる通りこのコミカルな感じで、今まであったハーデスの演出がちょっと可愛くなって、各演出にある程度強弱がついたっていうと、まあまあ打っていけば結構分かりますよ。前回のハーデスを打ってた人ならまあこう当たりまで AT までの流れは馴染みの感じになってるんじゃないですかね。で各演出の対応もあのハーデスのほぼまんま、例えばこの演出でこれが外れたらとかいっぱいあったじゃないですか。それはありますと思いますですよね、まだね。なんだヒゲちゃん、なんかいろいろ知ってんじゃないかと思うでしょ。知りませんから勝手に喋ります。はい、でヒゲンジンに打たしてみました、種みたいな感じで思ってください。ヒゲ打たでもやるかやらないかまだ決まってませんけども、まあ、実際導入打たれたら必ず打ちますんで。おこれね、今回からこう新しく押し順で、1枚かなんですけど、この時にこうチャンス目扱いみたいな、役があるみたいですね。その時フラッシュします。これベイブだね。はい、これ3つで、これ小窓が今回見ての通り 4個になったんです。今まで5個だったじゃないですか。で今まで通りこれ光った時は何かしらが行われてるんで、これ3つ目で光ってるの何かの抽選してるんでしょうね。で4つはねもう濃厚かな、顔色的に合ってるっぽいです。はい、で各役を引いてからの前兆ゲーム数とかもちろん今分かんないですけども、まあ、初代ハーデスだったら、5の倍数のプラマイ1とかが濃かったよね。はい、これ巨大かなんですかね。下段強っ、これモモのやつですよね。ほら、あら数えてがこんな姿止まなかったからさ。はい、3連続でこの今みたいに巨大化で一番初めあのユルベロスだったら、まあ、ケルベロスだったじゃないですか。で最後ハーデスだったじゃないですか。こんな感じで各演出に、ケルベロスのバージョンとペルセポネのバージョンとハーデスのバージョンがあって、一応名前今回はユルベロス、ユルセポネ、ユルハーデスっていう。はい、当てました。早い、まあ、景気は謎ですけど、いっぱいなんか引いた声でしょうね。で、はい、こちらです。今ね、ピンクの姿が揃ったじゃん。で、そうすると、今までさっきのジャッジメントだったんだけど、これ、ゆるチャレっていう新しいものがありまして、で、どっちかって言ったら、初当たりのメインになるのはこっちだと思ってください。もちろん、直でジャッジメントに行く場合もあるんですよ。はい、ケルベロス、ペルセポネ、ハーデスの、3種類あります。で、後者ほど期待度は高いということで。で、一番初めが、ゆるチャレンジのゆるベロス。はい、ゆるチャレンジオブゆるベロスで。これ基本的に10ゲームね。でトータルの期待度がユルベロスで、20% ぐらい、30%、20% ぐらいかな、20% ぐらいで、であとユルセポレとハーデスが約 50% ぐらいあるって言われてます。まあ、この消化中に、どん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 ここの色を変えていって、まあ、よくあるやつですよね。これ黄色、緑、赤みたいな候補者ほど期待度が高い。で最後消化し終わった後に頭皮の試算を行うという形でございます。はい、上がってきましたね。この消化中にもちろんその特定薬引いた方が期待度が、もう奥まで行きましたもん。さあラスト1ゲーム見ててください。でここはいネクストジャッジゲームってことで、
ここで、ここまでに消化したので当たってたかどうかの示唆で、技があるんですけども、あの3種類って聞いてたんですけども、多分4種類なんでしょうね。これ青、緑、赤の上に金があるんですね。これ昔のこれリアルな方ですね、はい、本気の詰めてがありました。僕知らなかったんでびっくりします。あー、もう赤、はい、だからあの俗に言うゲロです。待って、待って、待って、一番嬉しい瞬間だよね、ワンちゃんで。はい、手仕事になんかアクション欲しかったけどな、俺はな。最後出ました、プッシュ。プッシュもちょっと字が可愛くなってますね。じゃあ皆さん行きますよ、せーの、せーらない、はい、突破で。でこのゆるチャリクリアするとゴッドラッシュ、今回 AT の名称がゴッドラッシュになっております。でゆるチャリで、そのいただいたのが今、ゆるベロスだったでしょ。でゆるセポネとハーデスがいて、その出てきたゆるチャリのキャラ以上のジャッジメントに突入します。でここは一緒の画面ですよね、はい。おゴッドラッシュゆるセポネの方に行きました。で今回のこのジャッジメントでございますけども、10ゲームの ST 式になってます、はいはい。でゴッドラッシュが基本で40ゲーム持ってて、このジャッジメントで載せたゲーム数がそのここにプラスされて始まるって形になります。でゆるベロス、ゆるセポネ、ゆるハーデスの順にこのジャッジメントの継続 ST の継続期待とか上がっていくと思ってくれればいいと思います。まだ詳細は出てないんですけども、で全役で上乗せ抽選を行っております。もちろんですね、これゆるセポネなんで紫7揃いもあるみたいです。でゆるセポネとゆるハーデスに関してはその図柄揃いの期待度の上がるこのジャッジメント中の降格もあるみたいですね。駆け抜けあんの？平均どれぐらい乗るかとかまだ出てません。楽しみにしましょうよ。おお、じゃあ危ない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 、乗りました。そうするとまた初めの10から危ねっぺー。でまあ約ですよ、ゆるベロスが 60% ぐらいのループ率があって、まあゆるセポネ、ハーデスはそれ以上なんじゃないかっていう、 60%、70%、80% ぐらい登っとくといいんじゃないですかね。このゆるベロス、ゆるセポネ、ゆるハーデスのさらに上のジャッジメントみたいな、まあ、上のストック画像もあるみたいなんで、今日そこまでね時間内に持ってきたらいいけどな。今のステンドグラスみたいなのが、あの前回のハーデスって言ったらカブトみたいなやつだと思ってください。カット1回ぐらいしろよ。はい、おしまい、10。これはね、ちょっと低いと思います。もうちょい多いと思います、本当は。ジャッジメント終わって突入するのが、ゴッドラッシュ。純増が 2.5 倍です、今回の AT。これでこのステージね。で、このゴッドラッシュ中、このゲーム数がなくなるまでの間に、またジャッジメントに入れましょうというゲーム性になっております。で今回はジャッジメントでゴッドラッシュ、これを行ったり来たりするゲームだと思ってください。でもじゃあなかなかジャッジメント引けないんじゃないのと思うでしょう。なんと鳴らして111分の1ぐらいって言ってましたよ、約。だから大きな、今は全然ねゆるセポネでもらえなかったけど、基本的にはもう100ぐらいでスタートすると思っていいと思うんですよ。だからジャッジメントで、おお、あ、フェイクリップってやつね。あ、役構成は一緒だと思ってください。さっき言った押し順のチャンス名みたいなのができただけで、で子役のですね、モードの昇格、そして AT の当選期待度も今まで通りだと一応出しておきますけども、一番強いのがあの中段キナラとかと思ってくれれば、これあの炎なんだろうね、はい、中段青とかね、そのままです、はい、右上がりとかね。でもちろんこの語呂によって、内部状態、示唆しています。でその辺の法則も今までとほぼ一緒なんじゃないかな。偶数順目とかでその通常以上示唆したりとかさ、
奇数頭、奇数決戦とかね、もうキーになるものは一緒です。奇数バサミの真ん中奇数、奇数順目で V バサミの真ん中奇数だったら天国以上とかね、その辺は多分同じだと思います。最近の6号機になったこのユニバさんの信頼は、その元の台のゲーム性をなるだけ分かりやすく踏襲するようにしてるんで、なんかさ、このゆるせこねの時もさ、こう可愛くなってね、ゲーム性がさ、こうゴッドもすごい引きやすくなったじゃないですか。あ、ゴッドについてはまだ言いませんからね。これもちょっとだけ可愛くなってるんで、だから多分ね、デザインが可愛くなってるアナザーシリーズはゴッド引きやすいんでしょうね。いつもだったら普遍の8192だったじゃないですか。今回ちょっと引きやすくなってるらしいんで。でこれもしここの、ゴッドラッシュ中にジャッジメントに入れられなくても、最後に、はい、ゲーム数の消化後によいしょ出てきましたね。ゆるせぽねとゆるはですが、これがあなたのよいしょワイフ、これがチャンス、最後の泣きの、あー、あった。なのでこういう風にラストゲームでの逆転パターンもございますんで、はい、これいいじゃん、いいやないか今日ヒゲンジもいますか、ゆるヒゲンジ、はい、ストーリー設定よくあるやつですね。パクってません、ストーリーなんか聞いたことないですか。なんか見たこと、既視感のある、なんかこれ割るのもしかして、あら新しい、おっ、はあはあ、うわー、なんか YouTube でありそうなネタですね。はい、ということで、はい、うちで言ったら、コシアンとヒゲンジなんですかねどうなんですかね。僕割と本当コシさん好きですからね。ほらドックンドックンですよ。どうですか、報われます。2つ目までって熱いはずですよ。ほうほうほう、失敗するパターンなの知らなかったです。発展した時点で確定じゃないですよね。復活はあるの、そい、あーでも行くんだ。成功するとハーデスってことなのかな、これはね。成功すると許せぼれ以上なんでしょうねこれ多分合ってると思います。失敗してもジャッジメントもらえて、成功すると許せぼれ以上ってことでよろしいんじゃないですかね。でもさっき見せれなかったからね。ユルベロスちゃん、でも一番下のジャッジメントのこのユルベロスでも言った通り 60% 約ね。はい、分かりました。もちろん成立した役によって、乗るゲーム数とかね、乗せる期待度とかが変わってくると思います。まあ、初代だったらユルベロスはレア役引いたら全部乗りましたからね。お、はい、そうなんよ、俺昔からそうだったね。女性の時全然乗せれなかったですからね。最終的に助けてくれたのこの子ですから、今回もそうなるのかな。お、はい、あ、1番目、あ、違う、2個目、はい、チャンス。あのね、これリール配列も結構変わってて、なんかね、ゴッド、キナラゴッドみたいなのもあるんですよ。ここ、あ、言っちゃったけど、チャンスやから乗らねんかい。だから全部乗るわけじゃないの、分かりましたね、これで。あ、次のゲームにこうやって引っ張るんだ。へえ、その当該ゲーム以外でも、はい、全部揃ってあるみたいですね。へー、ここ通常ですもんね。1ゲーム前に引いたチャンス役だと思います。しかも今30ゲーム乗ってもまだこの色なんで、だから結構乗るんでしょうね。さっき10でしたけど、今これ青だよね。
以上30。ジャッジメントの後は再びゴッドラッシュ。声がハードですね、ごめんなさい。ゴッドラッシュ、あ、戻ってきた場合20アンダーで、今30もらって50なんだね。へえへえへえ。じゃあとにかくそのゴッドラッシュ終わってまたジャッジメントに行った場合は、20もらえるのとジャッジメントが最低5アンドかな、25ゲームはあるってことね。まあ、でも今打ってる感じだとこのジャッジメント中の性能は多分そのまんまなんじゃないですかね。なんかこうより継続しやすくなってるとかはなさそうです。これがだから前で言ったらあの50駆け抜けのやつですね。わあ乗った、危ねえ。 ST タイプなんで、あのよく言えばこの最後の方のゲームでもらった方が得ですよね。もちろんこの間も増えてくるんです、純増 2.5 倍で。あとはそうだ、あのこの語呂合わせのリーチ目もですね、多分また増えてると思いますよ。なんかこう時事ネタが結構入ってくるじゃないですか、毎回新しいシリーズが出ると。今回どんな新たなリーチ目があるのか。お、ハーですか、あれ何なんだろうな。炎の一番強いパターンなのかな。わ、一応紫のブランクスからがあるんだね、あっちの。よいしょ、あれ、はい、あー15ゲーム。お、3人。今みたいな感じで正体でなかった演出も結構あるみたいなんで、キス頭キス消すね、キスばらけめ、キス頭キス消すタイム、広角みたいで、あー、キスバサミ真ん中キス、これが広角です。こうなると、ジャッジメントに行きやすくなるのかな。ほらジャッジメント期待度読めない、後ろが期待度上げ上げ、期待度上げ上げになってます。でここで出てくるのが今ちょっと待ちましたけど、いた、あーゆるーなんです、ゆるーレディーっつってと、画面ぶち破れれば、あージャッジメントなんですけどね、はい、結構張ってはします。あー待って待って待って、1個欲しいじゃん、1個もらおう。あはー、ここの広角に行った時にどんだけジャッジメントが引っ張ってこれるかがすごい今回の勝負です。うわー見せ方下手やな。さあ10ゲーム切りました。まあ当選してメティ消化してまでの本当基本的な流れはこれだけです。割とシンプルなゲーム性でございます。中身はね、こう結構作り込まれてるらしいんで。で、ゲーム数がなくなったので、再び先ほどと一緒です。はい。必ずこの煽りは出ます。よいしょ。で、ダメだ。こうなると終了です。で、この終了画面のキャラも多分なんかあると思うんですけども、はい。想像してください。多分そういう感じです。消えましたね、はい。で、ゴッドラッシュ終了後はですね、これ今ユリカランプつきましたけども、1回転でユリカランプつきます。で、通常のステージの中で一番この期待度の高い上位のステージからですね、始まるんですけども、まあ、わざわざここから煽ってるということで、ユリカついたすぐの時にも何かしらすぐに当てるようなチャンスがあるんだと思います。それがどういった形になっているのかは今わかりませんけども、現段階
態では即やめせずにこのステージに出てきた様子を見た方がいいんじゃないかと思われます。でピンク以外の黄色図柄が揃った時はあのそのままですね通常時から直でジャッジメントに突入します。で V があったじゃないですか。で V 揃いした時はジャッジメントが3つ以上でございます。でもう1個特殊な図柄がありますけども、ハーデスの頭文字の H の図柄があります。これは一番あの揃った時にいいことが起きるとだけ思っておいてください。今日出せたらね見せるけど、なんかさこの導入前の解説動画でさ全部解説しちゃうのってどうなのと思うとこ僕あるんですよ。やっぱりねちょっと分かんないとこ残したままあのね実際に導入されてから打ってほしいんですよね。やっぱ基本的なゲーム性は知らないと楽しめないし損しちゃう時あるからさ知っておいた方がいいんですけども、全部見ちゃってからはね、僕がなんかもうすぐフリーズ引きそうだなと思ったらもうそっとじしてください。で今回もブラックアウト演出 ありますけども、でゴッド引いたとき、確定役引いたときの新演出もたんまり用意されております。そのうちの一つがなんとですね、皆さんなんとなんとなんと3回振りましたかね、出ちゃうフリーズってのがありますかね、出ちゃうフリーズってのがありますよ、寄せましたついにうちにね。違うの、怒られるの、大丈夫ですよね、出ちゃうフリーズってのがありますからね。これはもうそれ立つまでは僕打つしかないですよ。3-2 ですね。3-2-4ときたら何でした？ああ、そう鎖煽れてましたね。はい。懐かしの3-2。ああ、まあいけよ今のは。まあもうここまで煽りが出ちゃったんで言っときましょう。はい。もちろん通常時のチャンスゾーン的な役割にねヘルゾーンも今回もあります。煽るね、行こうよ、あ、行ったー、ちゃんと通常時落ちてすぐにヘルゾーンですからね。で今回ヘルゾーンが実は通常時のすごい肝になってまして、これ上に V513H7 ってあるじゃないですか。お、早速レバーオンで、はい、まあ揃えばそれがもらえるんですけども、あの図柄がこれ回線でいう G ストップあったじゃん、あの時みたいにこの図柄が減るんだわ。そうすると例えば1が減ったらもう1ないわけで、 G ストップみたいに前停止で抽選するわけじゃなくてちゃんとこれはレバーオンで抽選してるんですけども、ね、でこのコインがなくなったら、まあ前回もここからさらに削ったじゃん、これ今回もあります、ないんかい。でもあるのは想像つくでしょ、はい、で今減らせなかったんですけども、覚えてほしいのはここなんですよ。減らした場合その後のこの通常時に戻るじゃないですかね、外してで AT に当選するまでヘルゾーン中の図柄減ったままですから、だから最後に残るのが多分7だと思うんですけども、全部減らしていったらもう7だから特殊図柄しか残ってない状態だったらヘルゾーンで当選すればもうそれ絶対もらえるんですよ。だそれはほら知ってないと損する要素じゃん、そういうのは覚えておいてほしい。でなんとそのヘルゾーンに高確率で突入する状態もあるんですよ。それが今回の裏モードと言われてる、闇天国ってやつね。闇天国に移行するとまず AT 当選は確定します。ただその闇天国にいる状態だと言った通りヘルゾーンがすごい高確率で来るので、でその決められたゲーム数を紹介しちゃうとあの入っちゃうんですけども AT に、その前にヘルゾーンに入れまくって図柄を減らしまくってよりいい上位の図柄揃いを狙いましょうっていう、だから裏モードに行った時ただ行ったからラッキーじゃない、そっからももうちょっと仕事しなきゃよ今回は。叩きどころがある台っていいじゃないですか。設定差についてはですね今のところどこにあるかは全くあの言われておりませんけども、まあ初当たりの確率はだいぶ違うでしょうし、今までだったら例えばモード移行だったりね、お転んだ、おおチャンス、あとは謎当たりなんかがあの
有名な設定者だったんですけど、どうなんですかね。あ、行く？あ、一応煽りが出てるんで3連のどうでしょう。ああこれですね、ダイヤ3連で全長割と短いね。でこれ今回もまたゆるチャレじゃないですか。で基本はゆるチャレを経由すると思った方がいいんじゃないかな。わかる、それも発表されてないんだけどね。またかい、さっき見たって。おお中段機だな。あっ、外したいよね。外したらね、また紹介することが1個あるからさ。失敗したい、ゆるちゃん失敗した。あー上がるな、よし。さあ緑、うわーもう緑上げたもんね。これ期待ダップのパターンですよね。さあ緑のタック、いいことなんですけど、まあ、今回はクリアしてしまいましたけども、失敗した場合それの一部で先ほど言っていた裏モードの闇天国の方に移行する可能性があるということなので、ゆるチャレもまあ失敗してもですね、そこで諦めずに期待を持って通常時に戻ってくださいと。だまあうまいはうまいですよね。みんなががっかりするところに何かしら得点をつけたんですからね。うわ言ってくれた、これ高確率ついてないじゃないですか。これエルニュースステージって言うんですけども、ゆるセポネとゆるハーデスの時だけこのジャッジメント中にも工程がありまして、でこの高確にいるとですね、この図柄ぞろいが出やすくなります。はい、で紫7が揃うと、20以上かな。でハーデス図柄が揃うと30ゲーム以上がもらえるっていう、間違ったらテロップで補足しておきますんで。でかいですよね。お、中段王七五三、これもらいましたね。リーチベースもね、次ゲームに引っ張るんですね、やっぱり。はい、おでかっ、これでも50超えたら緑なんでしょうね。ということで100ぐらいまでは期待できそうですね、頑張れば。特にこの降格中に図柄ぞろい何回できるかだね。もう1回ぐらい勝手にくんないかな。もう1ぞろいすれば100見えるじゃん。ほい、よし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 、これジャックね。あーはー、でなんと揃わなくても復活パターンもあります。ここで出ないかい。ラストセラライ、はい、ということで55ゲーム。かわいいよな。グッドラッシュ、風邪ひきました。今回はですね、先ほど見せられなかった降格に移行してからのジャッジメント当選、これを見せたいと思います。うわー、なんだこれ。あ、出た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 出ちゃう、フリーズのやつ出た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 、これ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 、次ゲームなんですよ、これ。レバーオンで、はい、これいきますよ。これは掛け声はい出ちゃうできますよ、皆さん、せーの、はい出ちゃう。どういうこと？多分ですね、出ちゃうフリーズはスカって、その次のゲームで普通にジャッジメント引いたんですかね。最新情報が入ってまいりました。出ちゃうフリーズですね。別にゴッドはオーレイスじゃないということで、まあ、後々情報が出ると思いますけども、こういう感じで次ゲームに、はい、
ジャッジメントがいただけるかもしれないよっていうチャンスと思ってください。でもちろんここで7が揃うこともあるっていう、はい、さあ行きましょう。新しい演出見せれましたんで、一応演出名は出ちゃうフリーズですからね、間違ったこと言ってませんよ。まあ、ここまでジャッジメントを紹介してても分かる通り、今回あの許せぼね結構出るようになってますけども、メインはやっぱりこのユーベロス。ゆるあれ消えてるぞ。ああそういうことね。何かしらの違和感があるときはチャンスでしょうね。お、日曜大工だ、ゆるはです。新しいやつですね。なんだ、なんかこうないぞ、ほらここ。はいはい、カットインの種類でなんかあんのか。あ、あれ、知らない。オッケー、終了です。25。さあ100ゲーム超えましたよ。さあ下パネルが消灯しましたよ。映ってないか分かりませんけども、今回もレバーオンのパネルショートはありそうですね。でハーデスだったら乗せでとデジャブまではあったのかな。30以上はまあ確実にもらえると。なんでこれの場合は右上がりかな。右上がりで次ゲームから煽りが始まるでしょう。はい、2ゲーム目でつきました。3ゲーム目、あお、でも発展しましたね。また新しい演出でございますけども、これは絵を描ききればジャッジメントだと思います。知らない。 OK。 あっあっあっ、揃った。これ非現人の H です。それ違いますね。ハーデスの H。 分かって分かってます、分かってまんかな。これ一番あの偉い図からです。誰の次かな。上乗せ特化ゾーンのさっきのジャッジメント3つだったでしょ。その上位版いきましょう。 Go to hell。 ヘイ、ハーデスのやりよ。俺これ再現したもん。はい、さあもうここで出ましたね。そうなんです、こちら10ゲーム消化能の ST 方式の上乗せ特化ゾーンなことは一緒ですが、ゲーム数上乗せの巻き戻し時にジャッジメントのストック抽選も行われます。ダブル抽選です。で ST、 この上乗せの ST の継続期待度も一番高いと言われてます。なんとさらにですよ、これの上位の SGG にも上位あったでしょ。あれと同じエクストラ、エクストラですね。ゴートゥーヘルトがございます。もうそれはどうなるか分かんないから引いてみて。とにかく続くみたいです、これは。ほらで、この時にこっちももらえることがあるの、巻き戻す時に。ない、一回やりたい。どれぐらいの継続期待度なんだろうね。ハーデスで 80% オーバーって言われてるから、もうここまで来るとどうなんだろうね。同等なのかそれ以上なのか。手煽って終わるのやめろ。そういうパターン、空気読まないやつか、これ。まずいまずいまずい、最強特化ゾーン。あー、危ない危ない危ない。あっ、ダッシャダッシャ、あははは、せらーい、最強特化ゾーン。嘘、今まで一番低いやん、10ゲームって。1個と10ゲームでした。じゃ本当はそうですよ。だこれでなんかね、こういう特化ゾーンはうそんぼしてないのが分かったでしょ。こういうこともあるよと。夢がある、こうブレ幅があるからこそ跳ねるんだからね。これ絶対だから。平均的なやつダメよ。これ下があるからこれもあるんだからね。ダメよ。そういうことよろしいでしょうかね。ね。ね。はい。はい、こ
ここで乗せ続けちゃったらもう通常時見せれなかったからね。さあというわけで残すは、まあ、何かしらの確定薬を引くこと、まあ、絶対に見せなきゃいけないあれじゃないなと思う。はい、めっちゃ早く揃ってくる。あ、そうか、もらったジャッジメントに行ってるのか。Go to Hell より乗ってますけどね。最強特化ゾーンです。Go to Hell なかなか出ないよって言われたからびっくりしたのにな。あ、本当に大チャンスなんですよ。そのゲーム数自体も結構乗るし、それだけじゃなくてこういう風にジャッジメントもらえるじゃないですか、ね、だってそのエクストラ Go to Hell の方なんかも結構なジャッジメントの平均個数ももらえるって聞いたんですよね。見切ってたんだよ。でもこれほら139。広角行きたいな、もう一回な。お、中押しでもしてみる。あのね、中にもねちょっと偉い図柄があって、あの確定薬の図柄が全部ある場所があるんだよね。ここ、ああ行っちゃった。うわー、でも当たった。よかったですね、紫じゃなくて。で今あの中押しでその紫、ハーデス図柄、ゴッド図柄っていうこう3個の並びがあって、でその中図柄にそれを狙えっていう演出もあるみたいですけど、止まったら確定薬一角みたいなね。だからリールでも遊べるようになってるよってことをちょっと説明したかったんだけど。これは新しいパターンですね。ミッションジャッジメント、ああこういうパターンもあるんですか。また新しいやつが。これ以上見せたら全部出しちゃうから、これ以上演出見ちゃダメ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 、楽しみがなくなっちゃうから。はあ、リベンジ行きましょうか。さっきは1セットと10でしたよ。本当の実力見せてあるからな。見ててよ、いろんな演出さんな。見せすぎじゃないですかこれ。大丈夫ですか。あれ映画の予告編で全部見せちゃうやつ一緒じゃないですかこれ。大丈夫ですか。ない、大丈夫、まだまだある。へえ、まだまだあるらしいですよ。そんなに浅い台じゃねえよと。ちょうどいいぐらいですか。かぁ、踊らされてんな、ヒゲンジ。かぁ、はぁ、かぁ、そりゃそうっすよね。もうハーデスって名前ついちゃいましたからね、ついね。冥王召喚で名前じゃないですから、はい、かぁ、やってんなぁ。危ねっぺー、終わるパターンじゃないの今の。ラスト1ゲーム絶対乗せれるのかな、それとも。その辺分かりませんけどね、はい、今終わるんかーいと大きい声で言おうと思ったのに5ゲームかーいなっつって。おもうここの辺の演出した場合は大丈夫でしょう。ギャーギャー、どうしよう。ちょっとさ、ゴッドマス目線でやってみる。あ、確定役のやついく、どうしようかな。いや、初ゴッドフリーで行こう。もう見ない俺は。行くぞ。中断
三桁乗せじゃないもしかして。ああ、そうじゃない。いくよ。最高でいくつ乗せるのか僕ちょっと聞いてないんで知らないです。ただ前回だったら激アツそうですよね。3桁ですよね。いきますよー。ほい。GM かな。いくつ？ああ、出たよ。出ない！え、3セット？え？ 1 回で複数セットあんの？怖っ。この特化ゾーンそれ聞いてませんよ多分。これ他のバイタルでもないっすよ。えそっちこっちちゃうん。あそう。いやこれはいいんじゃないですか。たまにジャッジメントがもらえるわけじゃなくて普通に何かしらの役でこっちのチェスはちゃんとしてるんでしょうね。計画も中止してるか分かんないですけども、すごいすごい。で、こっちもモレクラさんでしょ、ここ戻った時。というわけで、50ゲームとジャッジメントが4つかな、3つか4つもらえたということで、はい、4セット。まあ、Go to Hellが可能性を秘めたポテンシャルの高い特化ゾーンだということは見せれたと思います。で私の予感的にこれを消化してもですね、本日取っていただいた時間消化しきれないと思いますのでここまでになります。はい、でこちらのですね、あなたの夫ハーです。導入が秋頃になるからと言われております。言った通り私も導入後、必ず打ちたいなと思っておりますので、そちらの動画の方と、導入の方と楽しみにしていてください。ただですね、どうしても皆様が見たい演出があると思いますので、ね、最後、こちらのカメラの方で、いきますよ。今回のあの演出、こんなになっておりました。いきますよ。バイバイ。